明日の朝ブレックファスト食べたいです。こちらをあ、本当ですか？日本人がいっぱい泊まるからさ、全部日本語書いてるわ。うわ、めっちゃ綺麗や、めっちゃ綺麗やぞ。みんなウェルカムって書いてるよ。フルーツのタダやで、浴槽ついてるで。はい、今ね、時刻は夕方のね、6時35分ですね。南紀城陽一にね、やってきました。あ、今日はそんなに並んでないね。あ、でも並んでるわ。これですね、これですね、夫婦のご飯ってやつね。 M さんどうもありがとうございます。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。椅子まで引いてくれたわ、すごいわ。サラダコーナーだけでこんなにある。まだ向こうにもあるで。ちょっと見に行こっか。やばいな、なんなんだ、なんなんだ、ここはすごいぞ。台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。はい、今日はですね、 MRT C 面2番出口から4、5、6分ぐらいですかね。台湾人はホテルの朝食で何を食べるのということで、今日はね、後ろに見えてるね、日本人観光客にも大人気のホテル、台北ガーデンホテルの朝食を検証してみたいと思います。今日も元気に行きましょうか。はい、というわけでね、台北ガーデンホテルですね、行きましょうか。すごいな、いつもと違うな。ここはね、ちょっと後で説明しますわね。なんでこういうところ泊まるようになったかっていうね、すごいな、すごいですよ、いつもと全然違う。上シャンデリアとかもね、すごいですね。台北ガーデンホテル、日本人観光客にもね、人気のホテルみたいです。何でしょうか、何なんでしょうか。はい、あのね、これね、ちょっと視聴者さんがね、あのホテルここ取ったみたいなんですよ。だけどコロナで来れなくなったから、僕にね、なんかその支払い戻し、払い戻しができないからっていうのでね、泊まっていただけたらっていう連絡をいただいて、そしてありがたくね、泊まらせていただくっていうことになりました。はい、じゃあね、チェックインしていきたいと思います。はい、すごいな、いつも僕が泊まってるホテルと全然違うね。いや、ちょっとこれは楽しみですね。ニハオ、チェックイン。はい、はい、多分ね、これあの日本語が通じるスタッフさんもいると思うんで、もしあの不安な方いらっしゃったらね、あの日本語できる人お願いしますって言えば、あの来てくれると思うんで、すぐにね。はい、一泊ね、いくらするのかちょっとね、まだ聞いてないんでね、さっきあのインスタでね、その譲ってくれた方に、視聴者さんにね、一泊いくらしましたかって質問を送ったんですけど、またね、値段が分かったらあのお知らせしますね。多分ね、2000元ぐらいだと思う、一泊ね。僕がいつも紹介しての1000元ぐらいでしょ。あ、はい、あ、谢谢。はい、だから倍ぐらいじゃない、7、8000円ぐらいだと思うよ、多分ね。うん、まあでもね、5つ星ホテルやと思う、 Google マップではね。うん、すごいよ、あのこのスタッフさんもね、日本語喋れはるわ。ね、明日の朝、はい、ブレックファスト、あの、はい、食べたいです。はい、こちらは、うん、無料で招待しますので。え、これ入ってるんですか？入ってないんですけれども、うん、こちらのホテルから、うん、招待します。あ、本当ですか？はい、ありがとうございます。本当ですか、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございます。時間は朝の7時半から、はい、7時半から10時まででございます。7時半から10時まで、はい、あ、分かりました。うわ、すごいわ、ブレックファースト無料にしてくれるって。ビジネスカード、あ、ビジネスカード、はい、これカードもらいました。ホテルがあの権利ショップがありまして、無料でクッキーとか、うん、あのアメイドが取られますので、うん、場所はホテルを出て右の方に行ったら一番目のレストランね。あ、その
タイカフェみたいな。そうです、ね。でクッキーとか取れるんですか。そうです。すごいな。時間は朝の11時から9時までですので。はい、あ、わかりました。この袋入ったら全部無料です。すごいな。袋に入る分だけ無料やって。すげえ。あとはこっちのホテルはシャトルバスもありまして、シャトルバスある。はい。ロンサンスーとシーメンに行ってくれるみたい。すごいね。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。エレベーターあれですか？はい、ありがとうございます。はい。じゃあね、チェックイン終わったんで、なんとですね、ホテルの朝食ね、ほんまはね、500元ぐらいいると思うんですよ。僕、確認取りに来たんですけど、その時にね、YouTube 撮影するって僕、確認取ったんです。だから多分ね、ホテルの朝食無料にしてくれたみたい。ちょっとビビる。1405やから14回か。うわちょっとビビるわ。じゃあちょっとエレベーター行きたい。うわー皆さん14階、あ、ここね、ピッてするって、ここにね、これちょっと待って、これピッてで14階。よし、じゃあ行きたいと思います。すごいな、すごいな、エレベーターの中綺麗やな、エレベーターの中綺麗やな。うわー暗い、暗いよ。すごいよねこれ。クッキー、ほら、横にね、タイカフェみたいなカフェがあるんですよ、このホテルのね。そこでクッキーとか取り放題やって、この袋に。すごいなぁ、すごい。あ、見て、ほら、日本人がいっぱい泊まるからさ、全部日本語書いてるわ。ね。ジャスミンルームとか、月経ルームとか、ね、書いてますね。へぇ、すごいなぁ。朝ごはんはね、明日の朝ごはん、肝心の朝ごはんね、無料やけど、僕は、忖度なしで行くからね。はい、すごいな、すごいぞ、なんかシーメンって書いてるね。じゃあ行きたいと思います。部屋番号は1405やって、じゃあこっちかな、はい。うわめっちゃ綺麗やな、この下のさ、絨毯がすごいふかふかやわ。1405どこやろ。ここやわ、見て、おしゃれやな。1405ここでした。じゃあ失礼します。入ります。うわめっちゃ綺麗や、めっちゃ綺麗やぞ、みんなすごいぞ、すごいぞ。ちょっとね、ごめん、ちょっとこれ置かして。うわめちゃめちゃ綺麗やわ。じゃあちょっとルームツアーやりましょうか。ちょっとね、ごめん、ちょっとさっきリュック置かして。ちょっとなんかペリリってなってるけど、何ペリリってなってるけど、何でしょう、何でしょう、わからないです。え、何何、この辺から鳴ってるよね。何何、わかんない、なんか鳴ってたねまあいいや、はい。まずね、これそう、入り口にね、こうクローゼットみたいなのがありますけど、すごく綺麗です、とにかくね、はい。で、あのスリッパね、スリッパもさ、ペラペラなやつじゃなくて、ちゃんと厚みがあるわ。色も2色ある、すごいよね、うん。で、なんかほら、ブラシみたいなもあるしね。何、あ、金庫もあるよ、ちゃんとセーフティーボックスね、はい。で、ここに鏡があります。わー、またピリ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 なってる、なんなの、なんなんやろ。あ、ここに、ごめんごめん、そう、刺さないとダメなんやね、多分ね。ごめんごめん、じゃあちょっと待って、このカードをね、刺してくれってことやね、多分ね、おそらくね、はい。じゃあ、インサート出るか、ここね、ここね、あ、着きました、着きました。急にテレビまでついたよ、何、何何、あ、なんかラジオみたいなのが着きましたけど、もう
セレクトラングレッジって書いてる。で日本語にしましょうか。でもちょっとこれちょっとわからん。ハイテクすぎてわからん。ハイテクすぎてわからん。ほら起こさないでくださいとかなんかいろいろなんかハイテクやわ。ハイテクやわ。ちょっと待って、まずねこうほらベッドがツインですわ。めっちゃ綺麗やね。なんなんこうサッカーピリ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 って何？何なの？分かんないわ僕。よし、ごめん。じゃあもうこのピリリリはもうあの無視しましょう。はいね、まずねごめんなさい、ツインベッドです。めっちゃ綺麗やね。うん、シングルベッドやけどちょっとやや広い感じがしますね。そしてポテトチップスかな、何かほら置いてますよ。これなんでしょうね。ポテトチップス的な、蜂蜜柚子風味って書いてますけども、何なんでしょうね。はい、2つちゃんと用意されております。はい、でこんなん僕初めて見たよ。これ抱き枕なんじゃない。ほら抱き枕が用意されてるで、枕2つと抱き枕と。すごいな、ちょっとすごいね。ほらお客様各位とかね、韓国語と日本語と英語とね中国語と書いてあります。はい、こう枕元にはリモコン各種がありますね。これ何なんでしょうね、わかんない。 USB ケーブルとかかな。ほら、コンセントね。エアコンもここでちゃんと調節できるようになってて、ほらこれね、このうっすらのちっちゃい電気ね、これ真っ暗にした時さ、ここがスイッチですよって分かるんよね。これすごく親切やなって思うわ。うん、ここほらなんかちょっと物がかけれるようになってたりとかね。すごいね。うん、おしゃっていうか景色がすごくいいと思う。ちょっと待ってな、101も見えてるけど、ちょっと待ってね。これテレビね、まあテレビはまあ見ないと思うけど、はい、YouTube つながるんやったら見てもいいけどねなんで上からやねと。はい、すいません。でここにコーヒーのドリップマシンがありますわ。ほら見て、コーヒーのこれ多分ドリップマシン、これコーヒーやと思うよね。はい、でペットボトルが2本ね。はい、でこれお湯沸かすやつ。お茶もなんかいいお茶やな、なんかグリーンティーと、これはジャスミングリーンティーとね、あとミルクティーと、はい、あります。コップとコーヒーカップも2つと。いやちょっとすごくない？これ勉強デスク、ここで僕編集するわ後でね。うわ編集するわね。ここ冷蔵庫があるんじゃない？ここほら、あ、冷蔵庫ありますね。ほらね、ビール冷やしておくと夏場はいいんじゃないでしょうか。ごめんね、こんなとこで汚いクロックスできてすいません。ちょっと待って、これフルーツもあるよ。ウェルカムって書いてるよ。フルーツもタダやで。リンゴとオレンジと、これはグアバやね。キウイと梨と。マジで？すごない？ほら、ここにはおしゃれな二人掛けのソファーがあります。恋人と来たら、ここでちょっとね。ね。ホテルはエロい。とにかくね、ティッシュが。三角でーす。もちろんやね。もうもちろんやな。すごいな。これなんなんこの。何この、わからん、おしゃれやな。はい、じゃあ景色行きたいと思います。めっちゃ綺麗よ、みんな見てこれ、すげえ綺麗やわ。ね、そこほら、ラウンドになってるね。ほら、ちょっと拡大しようか。ほら遠くの方にはね、101も見えてるよ。台北のシンボルですよ、101も見えてる。すごいなぁ。すごいいいホテルやね。え、ちょっとビビるわ。うん。ね。じゃあちょっとお風呂の方行きましょうか。ね。さあ、入ります。まずね、こうトイレやね。これウォシュレットついてるわ、ほら。ウォシュレットついております。あ、ここや。電話鳴ってこれや。はい。何も言わなかった。まあまあまあ、やっぱりほら三角に折っております。ウォシュレットがついてるよ、みんな初めてですよ。ゾロの台湾グルメ初めてでね、ウォシュレットがついております。はい、でめっちゃ綺麗な洗面台ですね。うわー、鏡何個あんね、ここの部屋。まずこのグリーンが観葉植物がありましてね、
水圧も完璧やな。これは石鹸でしょうか。おしゃれな石鹸やね。きっといい匂いすると思うよ。アメニティがおしゃれでございます。シャンプーがボトルですね。バ、何これ、バルサモって書いてるわ。もう何かわからないね。これはバグノシュマ、バグノシュマって書いてる、わからんね。これはクリームコーポって書いてます、わからん。もうね、シャンプー以外わからんかった、はい、このシャンプー以外わからんかった。はい、じゃあここ開けます。はい、歯ブラシが2本ありますね。一人だけどな。はい、これをね、はい、これヒゲ剃りがねあります。これは櫛ですね。これシャワーキャップね、2つありますね。はい、あと綿棒、コットン、はい、この辺はねだいたい一緒やけど、はい、綺麗は、でもとにかく綺麗は。コンセントもあるよね。でバスタオルが、バスタオル1枚しかないね。バスタオルこれ1枚しかない、なんでやろう。フェイスタオルは2枚あります。ここにも鏡あるね。なんかほら、こんな風にこう動くねんで、動くねんで、みんな動くねんで。鏡多くない、わー、鏡多くない、ここのホテルね。はい、で、いやちょっとみんな、みんな、あ、ここにバスタオルあったわ、ごめん。2枚目のバスタオルここです。みんなちょ見て、え、これどうやって開くの、え、どうやって開くのこれ。あ、ごめんごめん、スライドやった。ほら見て、浴槽ついてるで。浴槽ついて、後で僕ちょっとあのあれ入浴剤買ってくるわ、せっかくやから。浴槽ついててさ、ちょっと日本風じゃない、オケみたいなあってさ。いやこれちょっと大感動ですな、皆さん。ちょ、僕大感動ですわ、これ。ほら、こうやってお湯溜めれるようになって、わー、おしゃれやな、おしゃれやな。これ、これでこう水止めるんやね、そこの下ね、水止めるんや、ゴルフボールみたいなんね。いやこれはちょっと楽しみやな、今日の夜泊まるの楽しみ。シャワーもちゃんとねついてます、2つね、口があってね、はい。いやーこんな感じですね、はい。いや素晴らしい、素晴らしいよ、もう素晴らしいです。はい、というわけでね、なぜかねマスクねずっとつけっぱなしでやってました、息苦しいわ、はい。いやちょっとすごいわ、これもう視聴者さんに大感謝ですね、はい。じゃあね、今からね、すぐそこにね、南地ちゃんイエス南紀城夜市があるんですよ。歩いて5、6分ぐらいのところにあるんで、そこにね、晩ご飯を買いに行きたいと思います。夜市でね、晩ご飯を買ってね、ここでね、食べたいと思います。行く前にさ、このさ、せっかく袋もらったんで、ちょっとクッキーかなんか取り放題って言ってたんで、ちょっとそれ取りに行こう。ここのね、隣にあるカフェみたいなんですよね、多分。これ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 、めっちゃおしゃれなね、ここここ、ここで多分なんか取り放題かな、ここから入るのかな多分ね。はい、じゃあちょっと入らせてもらいます。うわうわ、これは、あ、これ、あ、あそこ、あ、なんかね、すごいな、見てこれ、この辺のやつやわ、クッキーとかかな、なんかアメちゃんみたいな感じ。こっからね、なんか好きなものを取り放題みたいですね。へえ、すごいな、マジか、すごいね。これ全部取り放題やで、これ全部取り放題やで、見て、これ全部取り放題。じゃあちょっとこれ詰めれるだけ詰めていいって言ったからね、詰めさせてもらいます。こんにゃくロールやって、これいいと思うよ、ニンニク味のグリーンピースね、多分これ美味しいと思う。これさ、多分ハッピーターンみたいなやつやで、あとなんかね、クラッカーみたいなやつもあります。はい、じゃあね、こんだけね、もらいます。めっちゃおしゃれやな、あの奥でね、カフェなってるわ。じゃあこんだけね、もらいます。あ、シシェシシェ、すごいな、もうなんか万引きみたいになってるけど。じゃあね、夜市にね、行きたいと思います。はい、今ね、時刻は夕方のね、6時35分ですね。南紀城夜市にね、
やってきました。ごめんね、あのさっきホテルからさ5、6分って言ったけど15分ぐらいかかったわ。ごめん、結構距離あったね。はい、じゃあ行きたいと思います。今日はね7月11日の月曜日なんでそんなに人は多くないかな。はい、でここの夜市でね僕ずっと行きたかったお弁当屋さんがあるんですよ。夫婦でね経営してはるお弁当屋さんなんですけど、お昼も夜もね大行列のねお弁当屋さんがあるんですよ。なんかさ噂で聞いたんやけどその仏教徒らしくて、夫婦ともねすごく優しいしすごくホスピタリティがあるみたいなんですよね。はい、で本当にいつも大行列なんで、僕も何回も大行列見てるんで、並んでなかった日はないっていうぐらいずっと大行列なんで、今日ちょっとね僕も並んで買ってみたいと思います。はい、ちなみにここの南紀城夜市のね Vlog も2つぐらいあるんでね、それまたねこの辺に今概要欄ね出しておくんで、気になる方はチェックしてみてくださいね。観光客はねほとんど知らないね超ドローカルの夜市になってるんで、ローカル好きな方はここを訪れてもいいと思いますね。はい、そこかな。あ、今日はそんなに並んでないね。あ、でも並んでるわ。これですね、これですね、この列ですね、ここです、ここです、この夫婦のご飯ってやつね、ここで、これ今日ねこの90元100元110元ってやつあるんですけど、このチェンブー買いたいってやつ、これ今日もらいます。すごいよね、めっちゃすごい。じゃあねここ並びたいと思います。並び方がいつもとちゃうわ。いつもはねこっちに向かってずらーって並んでるんやけどね。はい、じゃあ待ちます。ここにねメインのおかずが書いてるから、こっから多分選ぶと思う。すごいよこれ、さっきからさ見てたらさ森がえぐいんよ、見て。やばない、森がえぐない、すごいよね、ちょビビるわ。你好啊，一个便当啊，这全部的。OK。嗯。啊，你的就推荐的。嗯。でもお兄さんに全部任せます。すごいよこれ、森がすごいよ。ちょっと怖い。全部食べれるでしょうかっていうぐらい。めっちゃ。あ、あ、二だと一円だ。一円だ。うん。One メンディッシュ、two メンディッシュ、or three。あ、three。three やっちゃったよもう、あのメインディッシュが3つついてくるんやで、やばない。普通メインディッシュって1つやん。3つついてくるんやで。すごいな。すごいな。えぐいな。うわ。うわ、すごいな、すごいな。ドカベンもびっくりやで。うわー、すごい。うわ、すごいわ。これ110元やろ。やばない。谢谢谢谢谢谢。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。谢谢谢谢。ありがとうございます。買いましたよ、すごいよ、買いました。ほらまだね並んでおります。じゃあね5つ星ホテルに帰って食べたいと思います。すごい。はい、というわけでね5つ星ホテルにね帰ってきましたよ。すごいな。ほんでね南紀城夜市でね夫婦のねお弁当屋さんで買ってきました。もうすごいわこれ、すごいよ。あのまずねカオマンガイ的なネギソース、あのチキンのネギソースに、これ照り焼きチキンでしょ、で、お魚、魚の酒蒸しみたいなやつがついて、で、なんか揚げ物でしょ？お漬物みたいな、ピリ辛のお漬物みたいなついて、キャベツと、これブロッコリーでしょ？で、冬瓜っていう、豆腐の硬いやつ。で、薄揚げをギュッとしたお粥とかで食べるようなやつ。これすごいな。これ110元でちょっとビビるわ。うん。で、今日はちょっとね、もうせっかくなんで奮発ついでに、奮発っていうか僕、ホテル代は払ってないんですけど、さっきね、
あの視聴者さんの方からね、 M さんからメッセージ来てね、一泊だいたい1880円ぐらいだ、まあ8000円ぐらいですわ。はい、いやーほんまマジでね、ありがとうございます。はい、もちろん恵比寿ビールで乾杯したいんですけど、ちょっとこれね、ごめん、えぐすぎるんで、このお弁当ね、これちょっとね、これだけでメインで動画撮りたいんで、ちょっと今日はね、あの、もったいない、これ味の感想とかね、またちょっと別でね、あの、もう一回ちゃんと動画撮りますわ。はい、これも今日は普通に食べて楽しませていただきます。はい、すいませんもったいぶったのにごめんなさいね。これはちょっとね、メインで一本動画撮らないとちょっともったいないです。はい、すいません。じゃあね、あ、とりあえず乾杯だけさせてください。はい、すいません。じゃあね、皆さん、うわ、すごいわ。五つ星ホテルです。M さんどうもありがとうございます。乾杯。ああ。いや、もう感謝しかない。もうほんと感謝しかない。感謝しかないです。はい。じゃあね、明日、台北ガーデンホテルのね、朝食バッフェをね、もうこのね、本音で分かりやすいよ、もっとね、無料にしてもらいましたけども、あの、普通だとね、550元するみたいなんですよね。だけど、本音で分かりやすいよ、もっとね、もう忖度なしでね、やっていきたいと思いますんで、明日の朝皆さん、楽しみにしててくださいね。僕もめっちゃ楽しみでーす。あ、バイキング、あ、これで撮る。パンとか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。椅子まで引いてくれたわ、すごいわ。おはようございます。今ね、朝の7時半ですね。朝食バッフェ、始まった瞬間に僕来ましたけども、すごいわ、みんなすごいぞこれね。まあでも、その本来はね、550元払うんで、まあ言うたら結構なね、台北市内にあるマーラーホーグを火鍋の食べ放題とかも550元ぐらいするんで、あのすごいレベルの高い朝ごはんなんじゃないかなと思います。じゃあね、見ていきましょうか。まずね、ここが入り口なんですけども、なんでしょうね、これは麺が自分で作れるみたいですね。洋麺、中華そばとか、ミーファン、ビーフンかとか、具材があります。もやしだとか、ニラだとか、鶏肉チャーシューみたいな、キャベツとかで、この辺に調味料があって、ほら、これ茹でてくれるんや。これ多分、あ、スタッフがね、作ってくれるみたい。担々麺を作ってくれるんやって。すごいなすごいな。あ、ハーゲンダッツはないです。はい、で、これは、ここは飲み物のコーナーですね。これ全部飲み放題やで、すごいね、いろいろある。うん、これライチジュースとかいいな。うん、で、ここにはね、フレッシュなサラダコーナーです。うわ、めっちゃ新鮮そうやね、これはすごいわ。こんなにサラダコーナーだけでさ、こんなに規模が大きいよ。ほら、これドレッシングも何種類あるのっていうぐらいめっちゃあるよ。シーザー、ローストスチームドレッシング、ごまやね、あ、セサミか、ジャパニーズドレッシング、サウザンアイランド、サウザンアイランドってこんな感じ書くんやね、ハニーマスタード、マルベリーマヨネーズってなんやろね、あとオレンジビネガーソースとか、すごいな、めっちゃあるな。この辺は、クルトンとかやね。サラダコーナーだけでこんなにあるよ、すごいね。この辺は、うわ、ハムやね、ちょっとヨーロッパっぽいね、この辺はね。うん、この辺もでもまだサラダコーナーやね、サラダコーナー続いてますね、すごいね。クリスピーガーリックやってなんやろな。あ、ここおかゆさんやね。うん、台湾の朝はおかゆ文化なんで、ここ、え、おかゆ、これ違うよね。あ、こっちがおかゆやわ。こ
これなんやろね。わかんない。こっちにもなんかあるよ。こっちはパンかな。パンもなんかおしゃれなパンやで。あ、これすごいよ。めっちゃおしゃれで、これチーズやわ。チーズの盛り合わせ。クラッカーがありまして、チョコレートソースとピーナッツバターと、パンがほらクロワッサンとかね。うわー、食パンもおしゃれやな。見て、こんな感じで引き出しに入ってますよ。すごいな、すごいな。あのジャムとバターもね、あります。ここで自分でトーストできるみたいですね。すごいな、すごいぞ。これは何でしょうか。え、何やろ。わかんないわ。わからん。これは、これはメンマかな。うん、多分この辺は、あ、この辺ちょっとね、台湾料理っぽいね。あの台湾のほら、弁当とかでね、特菜とかでよくあるようなやつですかね。うん、うわー、すごいな。おかゆかな、この辺はね。このロートン天部とか、このなんていうの、トーピー、薄揚げをこうギュッとした甘いやつとか。これ豚の耳やね。これホタテの紐かな。で、冬瓜、豆腐の硬いやつみたいなやつとか、ごぼう、大根の漬物とか、ザーサイとか。これごぼうかな。あ、ちゃうわ。なんか、なんやろな、これ鳥の皮みたいな。鳥の足。え、わかんない。わかんない。わかんないわ。これはほら、チョンヨーピンやね。目玉焼きもあって。なにこれ、めっちゃちっちゃい。めっちゃちっちゃい。ホットケーキみたいなのもあるわ。ね。うわー、ここはね、フルーツコーナーです。めっちゃ綺麗やで。ピンクグレープフルーツに、パイナップルに、グアバに、スイカにオレンジですね。これはヨーグルトやね。うわー、すごいな。これなんやろ。オートミールポリッジって書いてる。この辺ジュースかな、オレンジジュースとかかな。うん、すごいな。まだ向こうにもあるで。ちょっと見に行こっか。やばいな。なんなんだ、なんなんだ。ここはすごいぞ。あ、この辺はシリアルやね。何、シリアル系やね。コーンフレークとかちゃんとフレッシュミルクもあって、すごいな。器の置き方がおしゃれ。もうね、こっちの奥にも席があります。これは何でしょう。あ、皆さん、あの麺線やわ。麺線、あのそうめんのとろみスープね。麺線ですね。はい。で、これは、あ、これ味噌汁やね。うん、これ何？あ、あのカリカリベーコンってやつやね。すごいわ。これは何でしょう。これ何？あ、おでんやね。おでんですわ。はい。これは、あ、これはね、ヨウガンって言ってイカのとろみスープやね。はい。うん。これ何？なーにこれ、白ご飯入ってるよ。あのキヌアっていうやつ、モスバーガーのモスライスに使われてるキヌア入りの白ご飯や。ちょっとビビる。あ、これは電信っていうやつかな。うん、1個しかない。下にもあるんかな。これなんやろ。サンマの塩焼きやで。すごいね。これはチャイエダンって言って台湾のあの卵やね。これはソーセージかな。多分中にハーブが入ってるような感じかな。で、これがガオリーツァイキャベツと、で、これが最後やね、ポテトフライです。はい。わあ、一応全部見ましたね。これで一応最後です。あ、コーヒーが、そういえばコーヒーどこにあるんやろ。コーヒー、あ、ここにもなんかあるわ。あ、ごめんなさい。うわ、すごいわ。見て、デザートがあるよ。めっちゃおしゃれなデザートがあります。マフィンやって。これマフィンめっちゃおしゃれやじゃない。これ台湾カステラじゃん。台湾カステラと、これなんやろ、わかんない。あとクッキーとかもあるし、すごいな。何、すごいな。
ここかな、コーヒーは。コーヒーこの辺、あ、カルピスとかなんか、あ、コーヒードリップのやつね、ありましたありました。はい、じゃあね、まずねコーヒーをもらいましょうかね。何もなんなんこの辺とかさ、わからん、何に使うのかがわからへんわ。紅茶とかかな。うん、これグラスどこにあんの、これ。あ、これやね。じゃあちょっとコーヒーをね、朝なんでもらいましょうか。じゃあカフェラッテ、カフェラッテ、はい。おお、なんか漫画喫茶みたいやな。これどうなんやろうって感じやね。うん、はい、じゃあね、ちょっとね量がものすごくたくさんあるんでね、いろいろ取りに行っていきたいと思います。第1弾です、まだまだあるからね。第2弾です、まだまだあるからね。白ご飯とね、メンチェン、最後ラストにね、おかゆさん取っておしまいにします。おかゆ取ってきました。あとね、今ね、あの担々麺作ってくれてます。ほら、担々麺作ってくれてるよ、すごいね。豪華です、見てこれ見てこれ、ほら見てこれ見て、すごいよ。あとね、ちょっとオレンジジュースだけ、ごめんなさい、オレンジジュースとヨーグルトだけ最後もらってきます。どんだけ取るねと。はい、というわけでね、すごいな、すごいことになりましたけども、ゆっくり食べていきたいと思います。というわけでね、台湾人はホテルの朝食で何を食べるのっていうことでね、視聴者さんね、 M さんがね、譲っていただいたね、5つ星ホテルのね朝食を検証しにやってきました。もうすごいですね、テーブルの上がとんでもないことになっておりますけども、はい、いつもみたいにね、ほとんど全種類をねちょっとずつね取ってきました。はい、大変やったわこれ、もう撮影が大変だわ。嬉しい悲鳴ですね。はい、じゃあまずはね、朝なのでいつものようにねコーヒーからいきたいと思います。コーヒーマシーンやったね、ちょっとそれが残念やけど、なんか漫画喫茶っぽいじゃないですかね。どうかな、わかんないけど、もしかしたらいいコーヒーマシーンかもしれません。じゃあいただきます。はい、もうね、今日は量がもう多いんでね、どん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 サクサクいきましょう。はい、じゃあ次はこのオレンジジュースをいただきます。ん、このオレンジジュースね 100% じゃないわ、なんかねオレンジジュースとさ、マンゴーみたいな混ざってるっぽい、マンゴーオレンジジュースみたいな感じやね。うん、これ 100% が良かったな。なんかあそこにあったやつ全部 100% じゃないっぽい、なんか見た目がね、そんな感じがしたわ。うん、じゃあ次はね、腸に優しいヨーグルトからいきましょうか。はい、いちごソースとね、パッションフルーツソースをかけてきたんですけど、まずね、このヨーグルトだけをプレーンで。あ、美味しい、濃厚なヨーグルトですね。うん、じゃあこのね、いちごソースとパッションソースを混ぜていただきます。うん、これめっちゃうまいな、ソースがねかなり甘い。うん、だからすごく甘くなるけど、僕甘党なんでね、美味しいです。うん、このヨーグルトマジで濃厚、これはちょっとね毎朝いただきたいレベルですね。じゃあね、メインのお皿に取り掛かっていきたいと思います。まずは
ベジファーストということでサラダからいきましょうか。なんかこういうレタスなんていうのやったかな、ちょっと忘れちゃったわ。なんかあるんですよこの長細いレタスね、ちょっと忘れちゃったわ、名前忘れちゃったけど。でセサミドレッシングかけてきましたね。きゅうりとかなんか、人参とかね、いろいろかけて、黒豆とかも入れて、はい、じゃあいただきます。うん、新鮮で美味しいです。いつも言うんですけども、台湾はこういう生野菜サラダをね、食べる文化っていうのはここ 2,3 年ぐらいなんですよね。それ以前はどこ行ってもね、なかったんですけども、はい、最近はコンビニとかでも買えるようになりました。ここのね、サラダすごい新鮮ですね。じゃあこのお隣はね、シェフ特製サラダって書いてた。何やろね、これね。いただきます。目玉焼きやなこれ。目玉焼きを玉ねぎとあえて、ちょっとピリ辛やねこのサラダ、うん、あ、わかった、台風やわ、台風のサラダやね、だからピリッとしてるんや、うん、酸味があって甘くてね、うん、ちょっと変わってる、うん、この横はこのヌメッとしてるのはフルーツサラダって書いてたわ。なんやろねこれ、バナナっぽいよね、バナナやね、甘い甘い、うん、うんうんうん、バナナとパイナップルね、はい、じゃあお隣はこれハムがあるのでハムいただきます。この辺ちょっとヨーロッパっぽいね、うん、おいしい。これはねパンと一緒に食べたくなるハムですね。じゃあ横にもう一個ハム、これなんかちょっとチャーシューっぽいハムやね、うん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 、あ、美味しいな。こっちのハムの方が僕好きやな。燻製されててね、風味があってうまい。じゃあ次はこのカリカリベーコンいきましょうか。あんま持った感じカリカリっぽくないけどね、どうかな。あ、カリカリではないけど美味しいね。ベーコンとか食べるのめっちゃ久々かもしれない。意外にね塩味があっさりしてて美味しい。外国のベーコンってね結構塩味がどぎついんやけど、あっさりしてるわ。じゃあちょっとねこの辺で白ご飯生かして、このキヌアっていうんかな、あのモスライスとかに使われてるやつやね、うん、どうやろう、いただきます。うん、殻のベーコン、うん、なんかね思ったよりねすごい固めに炊いてあるね、米が固めやね。そうやな、白ご飯を食べてるって感じがあんましないというか、なんか別の食べ物みたいやね。なんか本当に口触りがそんな感じな。でも体にいいから女性は好きなんじゃないでしょうか。はい、じゃあこれはちっちゃいホットケーキみたいな、うん、なんだろう、ホットケーキとはまたなんかちょっと違う感じがする。材料が小麦粉じゃなくて芋粉みたいな感じがしますね。ちょっとわかんないけど、ちょっと初めて食べる味です、はい、じゃあこれはねソンヨーピンネギ油餅やね、普通かな。はい、まだまだねどんどんありますわ。次はねこのね大きなソーセージいきます。ハーブソーセージかな、うん、なんかあっさりしてて、これもねヨーロッパでね時々食べるハーブソーセージって感じやね、うん、まあまあ普通かな。じゃあこれはねガオリーツァイキャベツやね、あ、キャベツね、めちゃめちゃあっさりしてる。ほぼ茹でただけみたいな感じやね。もしかしたら何かかけるソースがあったのかもしれません。それぐらい味薄いです。はい。じゃあこれはポテトやね。あのウェッジポテトってやつかな。ケチャップちょっともらってきたんで、ケチャップつけて。うん。あ、これはジャンキーですね。ハンバーガーと一緒に食べたいやつです。これね、あのやっぱファミリーで泊まれる方が多いと思うんで、
子供がねめっちゃ喜ぶと思う。これはね、じゃあメインプレートの最後は関東にですね、ワントンジューって言ってね、おでんですね。はい、大根となんか平べったいやつと丸っこいやつと天ぷらっていうもちもちのやつかな多分。じゃあ大根からいただきます。うんうんうん、おいしいおいしい。大根本来のね甘みと旨みが出てる。だしの味付けはねすごく薄いですね。じゃあこのひらひら、うんうん、これはすごくね魚って感じがする、イワシって感じがするね。イワシのはんぺんかもしれませんね。じゃあこの丸いやつなんか柔らかいな、これ何やろ、うん、中からチーズがブワー出てきたわ。なんだこれ、周りはさイワシのなんかつみれみたいな感じなんだけど中からチーズうわ出てきた、なんか変やな。あんまり危ないかもしれない、魚のつみれとチーズは。これちょっとミスマッチっぽいね。じゃあこれ天ぷらかな多分ね。うん、もち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 してるやつやね。そうやな、品数はめちゃめちゃすごいけど今のところねなんかどれも全て普通かなって感じやね。なんか飛び抜けてわーみたいなは正直あまりないですね今んとこね。じゃあこれはねメンシェンって言ってね、あのそうめんのとろみスープですね。台湾独特の朝ごはんの定番です。はい、すりおろしにんにくと黒酢とあの辛いラー油とねネギをかけてきました。でよく混ぜて食べます。すごいとろみが強いここのメンシェンね。いただきます。うん、あ、メンシェン美味しいわ。だメンシェンで初めないもんね。うん、これはねお稲荷さんとか巻き寿司と一緒に食べたらもう最高なんよね、うん、台湾の人長豆腐と一緒に食べたりするけどちょっとこれさっきのご飯と一緒に食べてみるわ。なんかちょっと硬いな、ボソボソしてる。今んとこねヨーグルトとメンシェンが僕一番美味しいかもしれない。ごめん忘れてたわ、担々麺作ってもらったのにさ、麺類やから早く食べないと伸びるのに忘れてたわ。じゃあねこの辛いやつをちょっとスープになじませて、じゃあもうこれもうがっつりいこう、野菜とね麺とね。いただきます。作ってんの見てたけどさ、湯切りあるやん、湯切り甘いなって思って僕見てたんよ、ぶっちゃけね。お湯残ってるなみたいな。だからお湯が多すぎてさ、出汁かけててもめっちゃ味が薄い、うん、せっかくねああいうパフォーマンスしてるから味ももっとちゃんとねやったらいいなと思う。じゃあもったいないなと思います。はい、うん、まあでも朝ごはんとしては非常にあっさりしてもしかしたらいいのかもしれないね。はい、じゃあ2枚目のプレートね、ちょっとね乗せ方がパンだとかチーズだとかおかゆの具材だとかデザートとかね、めちゃめちゃで申し訳ないですけど最近ハマってるねおかゆいきたいと思います。ここのねおかゆは結構ね割と重ゆタイプっていうか結構煮込んであるね。いただきます。あ、やっぱりおかゆ美味しいな。台湾のおかゆ美味しいね。いや本当に僕はおかゆを舐めておりました。すいません、もうこの場で謝罪したいと思います。皆さんお粥を、台湾のお粥を舐めててすみませんでした。はい、あ、あ、すごい、あのメンシェン持ってかれたわまだちょっと残ってたんやけど結構ねその台湾のね、飲食店の文化で空いたお皿速攻下げるんですよ。まあそれね結構ねあのなんやろ、僕はあんま気にならないんですけど、まあ撮影してる時はちょっと気になるんやけど、結構僕の友達なんかはねすぐ引かれる、下げられるのが嫌やって言って、すき家とかでもね食べ終わった瞬間に下げられるらしいんですよねなんかそんなことを言ってましたね。あの、はい、
住んでる方とか分かる方多いんじゃないですか。はい、さあじゃあ気を取り直してお粥の具材いきましょうか。これなんやろ、なんかね、なんかね、酢どりみたいな、わかんないけどね。うん、硬い、あっさりしてる。でもね、うん、冬瓜ともまたちょっとちゃうね。じゃあこれはね、ザーサイですね。絶対これはおかゆと合う。あ、うまいな、これごま油効いててうまい。うん、おかゆ、うん、合う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 。珍しい、でもこんながっつりザーサイ台湾あんまないけどね。じゃあこれはね、老坊大根かな。あ、これは大根っていうか冬瓜みたいな感じかな。ちょっとピリッとしててね、美味しい。これもおかゆに合う。うん、合いますね。じゃあこれはメンマっぽいね。うん、うわ、柔らかい、柔らかいし、変な癖とかもないし、ここの麺もあんまりわ。うんうんうん、美味しい美味しい。やっぱ台湾はおかゆがうまいですね。はい、じゃあね、これチーズ2種類、チェダーとスモークかな。はい、まずこのチェダーから。うん、なんやろ、濃厚やね。これはまあワインとかと一緒にやりたい感じやな。でこれはスモークやね、周りがスモークがかってるから。あ、スモークチーズの方が美味しい。からのクラッカー、これリッツかな。うーん、すげえうまい。このスモークチーズとこのリッツ一緒に食うたらすげえうまい。うんうんうん、うん、ヨーグルト、メンシェン、このスモークチーズとリッツ、今のところベスト3やね。じゃあ次はね、パン食べたいと思います。バターがいいよね、ニュージーランドのね、アンカーね、うん、絶対美味しいやつ。ソルテッドやから塩がたっぷり入ってると思いますよ。じゃあこのまずセサミのパンからいきましょうか。いただきます。うん、パン自体は普通なんやけど、このバターがすげえうまい。じゃあ次はこのクロワッサンいきましょうか。なんかちょっと形がちょっと微妙なクロワッサンですね。あんまミルフィーユしてませんみたいな。いただきます。あ、このクロワッサンはね、なんかカスカスしてて、ちょっと、うん、そんなにいいクロワッサンじゃないかもしれないね。はい、じゃあね、一通り全部食べたんで、最後にね、デザート3ついきたいと思います。まずこれはチョコレートのマフィンやね、すごい濃厚そうです。いただきます。うん、まあまあ普通に美味しいかな。チョコレートが濃厚で甘い。これはコーヒーやね。あ、ちょっと待って、コーヒーすごく美味しいと思う。今冷めてさ、この甘いチョコマフィンの後に飲んだらコーヒーすごい今美味しかったわ。指舐めた、怒られる。じゃあこれはカステラやね、台湾カステラみたいにふわふわなのかもしれませんね。いただきます。うん、あ、めっちゃうまい。台湾カステラや、めちゃめちゃうまい。今日一かもしれない。めっちゃうまい、これめっちゃうまい。ちょっとごめん、台湾カステラのおかわりだけもらってくるわ。めっちゃうまい。わあ、おかわりもらってきちゃった。しかも2個もね、もらってきちゃった。そしてね、台湾カステラにはね、やっぱ牛乳なんですよ。カステラにはやっぱ牛乳なんですよね。はい、うわー、これは嬉しいわ。うん、めっちゃふわふわ、からの牛乳、うまい。うん、口の中でとろけて一瞬で消えてなくなる。
いやー驚異やね。はい、じゃあ最後の最後になりました。この自家製クッキーらしいですよ。自家製って書いてあるんで、いただきます。うん、素朴な味でね、昔ながらのって感じやわ。ステラおばさんのクッキーみたいな、わかんないけど、はい、いや楽しめたね。うん、いろいろ波乱万丈今日はありましたけども、楽しめました。はい、じゃあね、ゆっくり食べて、ゆっくり味わって食べて、食べ終わったらね、最後まとめいきたいと思います。はい、というわけで、台湾人はホテルの朝食で何を食べるのっていうことでね、1泊2000元約8000円のね、でホテル朝食は550元約2200円のね、ホテル朝食を検証してみましたけども、皆さんいかがでしたでしょうか。まずね、ホテル自体はね、めちゃめちゃ良かった、めちゃめちゃ良かった。1880元ぐらい、まあだいたい約8000円ぐらいなんで、これね、2泊3日とかで台湾旅行で来られる方やったら、こういうホテル泊まった方がいいかもしれないね。僕いつも1000元ぐらいのホテル紹介してますけども、倍ぐらいするけど、2泊3日ぐらいやったらこっちの方がもうグレードが全然違うんでね、あの4000円足すだけでこんだけ快適なんやったら、2泊3日ぐらいやったらいいと思う。でも1週間2週間1ヶ月とかってなると、ちょっと費用がかさむんで、そういう時はね、1000元とか僕が過去に紹介した1000元ぐらいのホテルがいいかもしれないですね。もうとにかくね、良かった点はお風呂、浴槽ついてて良かったし、過去一ね、シャンプーとかボディーローション過去一ね良かった、めっちゃいい匂いで、一番嬉しかったのは遮光カーテンの厚さね。もうあんだけ窓が広いけど、朝ね、朝になったこと全く気づかないぐらい1ミリも日差し入ってこなかったんですよ。僕結構繊細なんで、それが嬉しかったです。はい、ホスピタリティもどこ行っても完璧でした。僕カメラ回してなかったんですけど、いろんなフロア探検したんですよ。でスタッフに会ったら、どのスタッフもね、ホスピタリティ完璧でしたね。すごかった。で、肝心のホテル朝食なんですけども、これもうね、本音で分かりやすいがモットーなんで、これもはっきり言いますけど、550元払うんやったら、僕払ってないですよ。ホテルの人がサービスしてくれて、無料にしてくれたけど、もう忖度なしで行きますね。僕が自分でもう一回ね、550元払ってあの朝食バッフェを食べるかって言ったら、僕はね、正直払わないですね。はい、もう本当にね、飛び抜けて感動したのは台湾カステラだけやった、正直ね。はい、だから僕はおすすめとしては、ホテルだけ取って朝食は取らない方がいいと思います。あの、選べると思うんでね、朝食をつけるか朝食をつけないか選べると思うんで、朝食つけたらだから2500円ぐらいになるのかな。朝食なしやったら2000元前後ぐらいと思うんで、朝食つけずにホテルだけ宿泊して、朝ごはんは町のね、僕がいつも紹介してるような、今ここにね、僕のおすすめのね、台湾の朝ごはんの再生リスト載っけておきますんで、この中からおすすめの朝ごはん行った方が僕はいいと思います。はい、もうこれが僕の忖度なしの正直な意見です。はい、じゃあこれね、最後にね、 M さん、あのね、今回ね、あのホテルね、提供してくださって本当にありがとうございます。はい、というわけで、今回の動画がね、少しでもね、役に立ったな、面白かったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とね、グッドボタン押していただけるとめっちゃ嬉しいんでね、よろしくお願いします。世界一の台湾グルメ情報チャンネル目指してこれからも頑張っていきますんで、まずはチャンネル登録4万人、ぜひあなたの応援よろしくお願いします。というわけで、今回は2つ星、安くて快適でホスピタリティもある値打ちのあるホテルです。